さあということで始まりました、我々の夏休み撮影旅。我々どこに向かっているかと言いますと、こう車がねずらーっと並んで今あっちの方にね向かって歩いて行っているんですが、じゃんと見えますか、こちら佐渡汽船ハーフェリーでございます。やったーやったー。ということでですね、我々が今から向かうのは新潟県佐渡島でございます。イエーイ。カーフェリーということで、車のままですねフェリーの中に入っていきましてですね、佐渡島の方に向かっていきたいと思います。今回お世話になるのはおけさ丸でございます。おー、すごいすごいすごい。はい、ということでですね、はい、船に乗り込みました。二等級船です。我々は雑魚寝、約3時間の船旅、頑張っていきましょう。10時到着佐渡島で、着いてからいきなりもう我々の撮影スタートなので、今日はね天の川撮りたい。でも結構空クリアじゃない？結構ね、皆さん見てください、これ晴れてるんですよ。そう、僕たちで、そう、はぁ、はぁ、ここに来るまでは結構曇りがちだったんでなぁ、どうしようかなって感じだったんですけど、結構ね多分星も期待できそう。そう、天の川もね今日は撮れる日なので、月的にもね、ねちょっと行きたいと思います。着いたら即星撮影していきます。着いたら星撮影から徹夜でできればもう朝まで行きたいね。そうね、で昼もいっぱい撮りたいね。ね、夕方も撮って、夕方も撮って、うん、夜はあの台風がいらっしゃるんで寝ます。チャンスはあるんで明日確実に、明日天気は間違いなくいいので頑張ってね撮っていきたいと思います。人生初の佐渡島ですね。はい、どうですかお気持ちは。日本一大きな島とのこと、とのこと、楽しみでしかない。楽しみでしかないね。全周行きましょう。全周回って3周ぐらいしましょう。3周しましょう。1周7時間なし、無理。さらば新潟港、さようなら新潟、さようなら新潟、はじめまして佐渡島。それでいきなり夜の映像からっていうのが少しね心苦しいところではございますが、すみません、黙ってみんかい。船開いてなかったんですよ。そうなんですよ、あの船夜の便しか開いてなくて急遽決めたもんで、新潟で美味しいお寿司を食ってからあの今出港してます。バカうまかったです。バカうまかったね。ということでじゃあ次皆さん佐渡島でお会いしましょう。はい、次は佐渡島の星撮影でお会いいたしましょう。はい、じゃあねー。じゃあねー。ということで、はい、佐渡島に上陸です。やったやった、初めまして、初佐渡島です。はい、今日こそ佐渡へ。はい、ということでですね、はい、佐渡島に上陸しました。やったということでね、予定通りですって午後10時に佐渡島の方にフェリーで到着いたしまして、その足でですね後ろ海でございます。一面海でですね天の川撮影をしておりました。で、天の川の位置的に本当に時間がなかったので、先に撮影は結構して今動画を撮っているという状態でございます。でですね、もうちょっと早速この天の川の状況というのを皆さんにお伝えしたいと思います。とんでもなく過去一と言ってもいいぐらい素晴らしい星空、後ろに今もう見えておりますので、本当に天の川が肉眼で見える、ミルキーなウェイがそれ以外に形容しようがないような白い天の川が肉眼で見えてるというね、さっきもね本当すごい写真撮れたんですよね。そのあたりちょっとね解説していきたいと思います。ということでじゃあ僕の Z8 で様子を見ていきたいと思います。はい、ということでですね、今こちらが Z8 のスターライトビューで映している映像でございます。これもリアルタイム、すごくない？今街灯あるとこにあえて来てて、手前に今草があるような環境なんですけど、草があって、まあ、その、まあ、奥側全部海なんですよ。で、海の上にこれ見てください、これ一直線、これがもう天の川です。今縦になってる、ライブビューでここまで見える。そう、ライブビューでもここまで見えてる、まあ、スターライトビューですけど、もうね時間的にちょっと右にね倒れ始めてるんですけど、さっきまでほんと登ってきてる、でもう直立してる時にまさに写真を撮ってたっていう、で今ちょっと時間が経ってまたこう傾いてきてるっていうような状況でございます。ほんとね時間的にはギリギリの勝負だったんですけど、ギリ間に合って、で天候的にもねもう快晴、ほんと雲ないよなってぐらいっていうような感じでですね撮影をしておりました。で僕はですね 16mm の F1.8 ビルドロックスで、たかし君は 14mm の F1.8 を主に写真を撮ってたんですけど、これ写真がまた良くてですね、ちょっとそれを今から解説したいと思います。はい、ちょっとね場所また実際撮影したところに、行きたいと思いますので、ちょっとね移動します。はい、はい、移動、移動。はい、ということでですね、さっき撮ってた撮影スポットにまた移動してまいりました。ちょっとね、まあ、人も
果てたので簡単に場所の紹介をしたいと思います、はい、ちょうどですね天の川が縦にね伸びていると言ったんですけれど、今こちらですね桟橋に私います。でちょうど桟橋まっすぐ続いている奥にまさに天の川が縦に伸びていたと、本当に天国への道というタイトルで写真を撮らせていただきましたそのまんまや。そのままです。でも本当にもうこっちの方向の海って何もないんですよ。リアルにあのロシアか中国とかそのレベルぐらいまでないんで真っ暗なんですよ。佐渡の西側なんで、そう光害が全くない海の果て、なんか珍しいと思う。なんか和歌山とかもそうかもな、太平洋やから、うん、っていうところで、これ結構桟橋もね30メートルぐらいあるんかな。橋がすごくいいんです。結構ね長くてちょうど真ん中ぐらいでカメラこうやってねドーンとね置いて、2人とも結構三脚をですね高めから撮るといった感じで撮ってました。でまあ設定はもうもちろん F は開放、 ISO は3200で、シャッタースピードはまあ僕は15秒、そのぐらい普通の星ですね。そうですね、の撮影の感覚で、撮ってたという感じでですね。で実はね桟橋ね、あの一番端っこまで行ってたんです。でそこでたかしくんにね座ってもらったり、逆に僕が座ったりして、モデル兼星空ポートレート的な感じも撮ったりとかねしててね、結構素晴らしいね写真が撮れたのではないでしょうか。なかなか天国への道、いや天国への道じゃない、ほんまにすごくない？だって今見てもやばいもんな。さすがにでも右に行ってんな。ちょっとさっきがやっぱりすごく一番いいところだったんですよ、うん、ね。ほんまになんか僕ら着いた時ギリギリもうほんま上ジャスト行くぐらいで、ほんとタイミングねギリギリ、ほんと間に合ってよかったって、うん、はい、の写真が撮れたんですよ。まあ実際に撮れた写真がねこんな感じになります。どうでしょうか。すごいわ、もうこんな写真ほんまになかなか撮られへん。しかもニューポスコにしては広い。そう俺にしては広い、なんせビルドロックスの 16mm だから。もう気してますからね。気に入ってますこれ普通に。また気に入ってて草でね、あとねもう一つねなかなか見れないものとして、うん、これね海ホタルがいるんですよ実は。さすがにね映らないですけど、うん、海ホタルって僕見たことなくて今まで、うん、佐渡にはいるって聞いてたんですけど、うん、ここにもいますわ。ほんまにホタルみたいに光ってるやんな、ね、姫ホタル、ね、ほんま姫ホタルの青いバージョンみたいなさ。海の姫ホタル、すごくないこれ。今でも見えるもんだって。はい、そんな感じでこの桟橋でね 2,30 分ですけど撮ってました。はい、で今日はこれでねもちろん終わるわけないでしょう。こうまあ始まったばっかりですから僕らついてずっと撮りますよ。ずっと撮ります。天の川が傾く、傾くならじゃあ傾くような天の川が綺麗に撮れる場所に行くだけ、うん、ということですね。ちょっと次のスポット正直まだうまく撮れるか全くわからないんですけど、はい、移動して天の川の撮影続きしていきたいと思います。はい、佐渡島最高最高。彼はちなみに来る道中 の, あのフェリーであの船酔いして2時間半ほど目をつぶってました。はい、思ったよりきつかった来る時点であの限界、波がなんかドワンワンそんな揺れてなかったですけど、あの彼はもうすでに限界を迎えてました。なんか、ね、帰りもう帰りたくない帰りすでにもあのまたねあの2時間半船道決定してますからね。あさって台風ですからほんまに取り切らんと。どうしようかな。やばいよな普通に。どうすんのほんまに。一旦移動するかじゃあ、うん、よしよし挟むか。ちょっと挟んでいこうか、うん、よいよい。はい、ということでですね、はい、桟橋の素晴らしい天の川写真から続いてのスポットこちらでございます。まあ、なんか岩、洞窟ってことじゃないですけど岩に囲まれてる海辺のスポットにやってまいりました。はい、まあ、ある程度ね目星つけて天の川撮りに来たんですけど、方角とか考えて思ったよりうまくいきましたね。これもちなみに撮影5なんですけど、こんな風にねここに三脚構えてこの穴をねいっぱいに使って天の川、向こう側に見えてる天の川を撮るという感じでですね、我々今写真を撮ってたんですけど、場所的には結構ゴツゴツしてかなり撮りにくい場所ではあるんですけども、船虫とかいたりね、カーとかいたりね、カニとかいたりね、船虫うじゃうじゃいるんですけど、そんな環境で結構撮ってます。今もちょうどそのライトにハエが、ハエみたいなやつがたかってますけど、うん、ちょっと実際に見てみますか。まず皆さん穴の大きさねちょっと見てほしいね。そうね、穴の大きさ見てほしいね。下こう三脚こんな感じであって、上に上げるとはいはい、ドーンって穴があってで、で上またこんな感じでね閉まると。そう、閉まるというね、うん、もう要は超巨大額縁構図です、うん、でこれをカメラで写すとね、ちょっとね今白飛びしまくってますんで、はい、はい、こちら今 Z8 のスターライトビューの映像になってます。今 1.8 に変えました、うん、こんな感じでね、ちょうどこのほらチーバくんみたいな、うん、怒られそうですけどクリオネみたいな岩切り抜きで、ちょうどこういう感じでねここに縦にぶった切る感じでめちゃくちゃいい構図で撮れてました。で僕は 16mm なんですけど、
ど、ちょっとこの岩の質感もあの残したいっていうので、ピントは星に合わせたんですけど 2.8 気持ち絞るっていうような撮り方で撮って、まあ結構これで岩の質感も残ってたんで、いいかなといった感じで撮っておりました、で実際にね、まあ、これで撮れた写真がねこちらになります。ちょっとねもうなんかどっからが写真かよくわからないと思うんですけど、このちょうどここに天の川がねこう通るっていうような、完璧ちゃいますの、完璧ちゃいますの、今度クリオネみたいな、形で、そんな感じで私は撮っておりました。たかしくんの構図説明する、はい、ということでね、そんな感じで僕は撮ってたんですけど、続いてたかしくんの構図を見ていきたいと思います。そうですね、はい、たかしくんはちなみにですね、いつも通りこちら 14mm の F1.8 を、使って撮ってたということでですね、まあ、僕より2ミリ広い、そう、この2ミリが大きいんです、この2ミリが大きいと、いうところでね、どんな写真か見ていきたいと思います。はい、お前顔にかまれすぎちゃう、腕やばい、2箇所ぐらいお前でかいの行かれてるやん、お前もう俺僕0箇所ですけど、お前の血まずい、まずくて結構、ということで僕 14mm なんですけど、はい、基本的にはね、ゆうぽす君とね、まあ同じような感じで撮るんですけど、はい、僕はもうちょっとこう左側から撮る感じで、でね、まあこの岩場が全部入る感じでね、上から下までちゃんとこう入るような構図で14で、本当に正直ゆうぽす君と同じような感じです。ちょっとだから位置が違うので、14だとこっちの方が最適って感じなのかな。なるほどね。16だと多分ゆうぽす君の位置の方がいいって感じよ。まあ各々ね、位置は微調整して撮ってたんで、多分お互いのベストの位置で撮れてると思います。はい、で設定はシャッタースピードは13秒、F 値は 1.8、ISO カタ6400、という、まあ6100万ガスなんですけどね。あ、出た。ちょっと変わってる。今回ちょっとねデカなったんですけど。デカなってますね、ボディが。まあ、お初 R5 ということで。いいですね。めちゃめちゃいいっすね。ガチでいいよ。違います。マルチアングルめっちゃ便利ですし、IR センサーがいいんですよ。IR センサーね、結構ホワイトバランスいいですね、安定する風景写真でも結構安定しますよ、これそのチルトいいな、チルトというかこのバリチル、これね、ここで斜めできるんですよ、確かにこれいいっすね、ガチで意味わからん感じでできるんですよ、こんな感じで、なんなんこれ、なんなんこれ、逆にずれるて、逆にわからん、それでね、普通にこのモニターの解像度曲がってるので、はい、ピント合わせとかもしやすいんですよ、まあ、解像度が上がるとより精緻なピント合わせができるので、それもいいなと思いました。今のところはちょっとまだ星撮影だけなんで、まあまあね、まあ、そんな感じなんですけど、まあなかなかねめちゃめちゃいい写真撮れてますね。本当ですか、なかなかよ、いやまあめちゃめちゃいいよね、僕たちも正直半信半疑というか、まあね、あんちゃんこんなんいけんじゃねえぐらいの感じで撮りに来たんですよ、ね、まあなんかとりあえず桟橋撮れやし、もう一個撮れたらいいよなぐらいのノリで正直言ったら、桟橋にも負けないぐらい、なんならむしろそれよりいいぐらいの写真が撮れててびっくりしてます、本当加工 1,2 ぐらいのレベルの星空写真が撮れてますね、間違いない、はい、こんな感じでね、正直ユーポスコと同じような感じでちょっと多分穴の形は違うんですよ、ね、まあな、見てる位置が違うんで穴の形が違うんですけど、今これ撮った写真なので右寄ってるんですけど、もうちょっとねさっき撮った時はちょうど真ん中を貫いてる感じで、まあ、すごく良かったんで、現像が楽しみですな、ね、最高の夏になってます、ね、最高の夏になってます、僕ら佐渡島で最高の夏過ごせてます、行ってよかった、行ってよかったね、もう満足早っ、まだついて4時間5時間はい、ということでですね、はい、まあ、もうちょっと天の川は濃い部分がもう結構沈んだというか、まあもう十分かなって感じだね、今日はお腹いっぱいです、ね、お腹いっぱい、本当にね、なんかこんなにスムーズに天の川うまいこと撮れたの久しぶりかも、久々にガチでなんかいい撮影したなって感じ、普通にやっぱ佐渡島って撮りやすいですね、星を、あんまり光害も影響がないし、安心して海向けて撮れるというか、なんか海向けてもさ、結局本土やったらあっちの島の光がとかでさ、空が黄色くなってすると思うんですよ、それでまあ光害カットフィルターだうんだとか言ってるんですけど、ここ別にあっちはあの中国かロシアみたいな感じなんで本当に綺麗なクリアな空、本当星空に向いているスポットかなというふうに思います、はい、そんな感じですね、まあ佐渡島まだ続いて数時間夜立て続けに今撮影してるんで、ちょっとこの勢いでね明日まだ1日あるんでね、いろいろ写真撮っていきたいと思います、はい、終わりそうになってる、これどうしよう、あれ、ありがとうございました、 ありがとうございましたということでですね、まだまだ佐渡島撮影続いてまいりますので、ぜひ続きもお楽しみくださいということで、一旦今日の夜撮影はこれにて終了したいと思います、はい、はい、ということでですね、はい、まあ、洞窟の撮影の方から戻ってまいりまして、ちょっとね洞窟だけでは説明しきれなかった部分もいくつかありますんで、ちょっとね、ここで写真の振り返り等々をねしていきたいと思います。まあ、まずはお互いの写真見せますか、はい、まずですね、お互いの写真ちょっと画角が違うんでね、16と14なんで、まあ、ちょっと差は減りましたけど、だいぶ減った、だいぶ減ったけど、まあ、こんな感じで撮ってます、どうぞ。
はい、どうでしょうか。基本的な構図はもうやっぱもう同じというか、まあシルエットで額縁構図で天の川をっていうのはあそこはあれでしか撮れないので、まあ、それで細かくちょっと角度だとか、それこそ画角だとか、まあ、色味だとかが違ってるような写真になってます。でまあね、完全に快晴という感じではなかったんですけれど、ちょいちょい雲はもちろんありました。で特に前半はですね、正直雲が結構かかってしまってて作品にはならないかなっていう感じだったんですけど、結構1時間ぐらいかな撮って、粘って撮ってまして、まあ天の川角度変わってくるんで僕たちもジュ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 っと動きながらね、角度変えながら撮ってたりして、だいたいね、まあ、1時間ぐらい経ったらやっとね天の川の全貌が見えるっていうような、本当に最高の写真がね今回撮れたかなと思います。で今回の撮影でやっぱ重要だったのが岩のシルエットの切り方なんですよ。立ち位置と角度によって、例えばこんな写真とこんな写真だと輪郭丸みを帯びてたりだとか、むしろこっちはすごいカクカクしたシルエットになったりとかっていうので、結構そのシルエットは見ながら2人とも撮影はしてました。まあもちろん天の川を入れるっていうのは最優先だったんですけれど、はい、はい、そんな感じでね僕もタクシーも撮ってたという感じです。まあ丸みを帯びてるのは丸みを帯びてもいいですし、カクカクしてるのもカクカクしてるので、それはね良さがあるかなと思います。僕もまあゆっぽさんと同じく2構図ぐらいというか2箇所の位置で撮ったって感じなんですけど、うん、最初はねちょっとまあ雲とかが被ってて天の川の位置とかもなかなか分かりづらくて、結構まあ勘でねここら辺が真ん中なって撮ってて、うん、それでまあ正直にちょっと位置的にはまあ右に寄ってるかなっていう、天の川も星なんで動くから、はいはい、どんどん右に寄っていくのよね時間が経つと、こうなってくるね、うん、だから一つ目の構図だと結構まあ右寄りになってたけど、うん、だからそれに気づいてもっとこう左寄りに自分が行って、はいはい、それまで洞窟のほんと中心ぐらいで撮ってたんですよ。そうそう、洞窟に入ってまずそこからよく分かんなかったんで、ほんとだん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 洞窟奥行きながら左行きながらって感じで動いてました、うん、だから最初中心で撮ったらまあなくなるかなって感じで中心で撮ってたんですけど、うん、それだとちょっと位置がずれてたん で僕が洞窟の結構まあ左端ぐらいまで行って、そしたらちょうどこう天の川が穴の真ん中ぐらいに映るっていう感じになったので、うん、それでねなかなか特に2つ目の写真なんかは結構まあいいバランスで穴の真ん中にね、うん、右上から左下にかけてかかる感じで撮れたかなと思います。はい、で今回岩を完全にシルエットでも撮ってたんですけれど、せっかくなんで岩の質感も出したいと僕的に思いまして、岩もゴツゴツ感が映るぐらいのライティングをしたいというので、ちょっとね洞窟内の岩に光を当てたバージョンの写真も撮ってます。それがこんな感じなんですけど、これでだいぶ雰囲気変わると思うんですよ。完全に黒ももちろんねそれはそれで綺麗で神秘的だと思うんですけど、洞窟にこれライティングを当ててですね質感をこう浮き立たせるっていうので、よりこの地球感というか惑星感がある写真を作るっていうことも後半の方ではやってました。これ誰でも簡単にできるんでちょっとやってほしいんですけど、もちろんフラッシュを焚く、これ一番いいんですけど、フラッシュ風景で持ってないと思うんです、基本ね。そういう時に使うのがスマートフォンです。僕だとまあ iPhone を使っているので、実際やり方を実践してみたいと思います。簡単に言うと iPhone のライトを洞窟に照らすっていうやり方なんですけれど、感度をね3200とか6400で撮ってると思うので、ライトを照らし続けるともちろんこんな風にですね明るくなっちゃうんですよ。これ今ちょっと失敗例で、このくらい綺麗なライティングをするっていう時にどんぐらい僕スピードでやってたかっていうと、ちょっと実演しますね。いきますよ、よーい、わかりますか今。ちょっと覚えない現地のツッコミでもありましたが、こんな感じで本当やり方としてはこのライトあるじゃないですか、ライトのところをこうピッて一瞬上げて下げるみたいな、これで岩壁のディティールのニュアンスが出るぐらいのライティングになるんです。まあ、もちろん人がいないとこっていうのは前提で、まあ、だいぶ限られるとは思うんですけど、例えば今回僕がパッと思いつくのがこのやり方っていうので、まあもちろんね光の色味とかもあるんで好み好きであると思うんですけど、こういうやり方もあるっていうのは一つねやり方としてはありなのかなというふうに思います。でもう一つ意識するところとしては、やっぱり被写界深度で、要は岩壁の縁輪郭のディティールを出すんだったら画角にもよるんですけど、少し絞った方がそれはいいかなと、というかピント合わせはしっかりとやった方が、もちろんこれは普段からもそうなんですけど、この F 値でこの距離だと被写界深度的にどのくらいディティールが残るかなっていうのは結構注視しながらやってました。僕の場合だともう 2.8 まで絞って撮っちゃってたんですけど、まあ、それだとかなりディティールが残る、かなりまあ僕的には許容範囲の映りしてくれたので、そんな感じで撮ったというような感じです。はい、はい、ということでね、今回の星空撮影でもねなかなか綺麗には撮れたんですけど、うん、結構ね注意しないといけないことがあって、光害、特に街灯、夜景全体の光害というよりは、うん、撮影してる場所の近くの街灯、
そうね、今回それがもうあったな、うん、で僕たちも今回まあ佐渡島に来て、正直そんなに光自体は多くはないんですけど、うん、まあ、それでもやっぱりね、道沿いには街灯っていうのがまあいくつかあったりするので、はい、で特にまあ本当にさっきも iPhone のライトで照らしすぎると明るくなるっていうのがあったんですけど、はい、やっぱり僕たち F 値開放にして感度上げて撮ってるので、はい、やっぱりちょっとの光害があっても結構それが反映されやすいんですよ、うん、明るくなりやすいし色かぶりしやすい、それがあって特に岩なんですよね、うん、岩が結構反射するんですよ、うん、岩の近くに街灯とかあったら、まあ、分かりやすいところだったらもうほんと岩が輝いてますし、岩の近くに街灯があったら明らかに明るくなってるじゃないですか。そうね、そこまで明るいともう絶対に星の設定で撮るともうなんか白飛びしたぐらいになるんですけど、うん、ちょっと離れてるところでも結構影響を受けるんですよ。例えば今回の写真だとこの下の岩がもうこれは避けられない街灯の光なんですよ、うん、こういうのはもう正直どうしようもない。ただ今回はまあ面積がまあ少ないんでこれはなんとかなるでしょうと編集でちょっとなんとかするんですけど、ただそもそも要はこの縁のところとかにそれこそ街灯の光が当たってるとちょっと正直作品にしては難しい。本当にその部分の色かぶりをちょっと撮るっていうのは結構大変な作業なので、やっぱり撮ってる時は肉眼では見えないです、どこに街灯の影響が及んでるかっていうのは。なのでしっかりと撮影をした時にここは完全な真っ暗でナチュラルなライトしか来てないっていうのを確認して撮っていただけると、まあ光害というかその色かぶりは多分明らかに目立つんで、もしあった時は分かると思うんですけれど、そういった場合は極力街灯からどうやって離れられるか、どうやったら隠れたところに行けるかっていう風な撮影のアプローチをすればいいのかなというふうに思います。物理的に入れないっていうのがもう一番の対策になるから、ね、岩で隠すとか画角から外すとかね、いろいろやり方はあるのかなと思いますね。我々も最初入り口で撮った時めちゃめちゃライトのそれこそ色かぶりがあって、うわこれ無理やんっていう話してたんですよ。だん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 ちょっとずつ奥に行けば行くほどその色かぶりもなく撮れるなっていう風になって、最終的にあくまで行き着いてたので、そういったところもね、あの諦めずに撮っていただけたらいいのかなというふうに思います。はい、ということですね、はい、そんな感じで本日は佐渡島深夜に上陸して怒涛の天の川撮影といったところで分からない部分も多かったんですけれど、うん、本当の R5 のデビュー戦でしたので、そこでね素晴らしい写真、もしくは2箇所でね素晴らしい写真を撮ることができて本当にね良かったかなというふうに思っております、はい、しかも本土ではなかなか本当撮れない風景が撮れたので、うん、本当その点がねあのすごい楽しかったなというふうに思いますね、はい、ということでですね、次回佐渡島日中編が多分出ると思いますので、そちらも、まあ、無事撮れてるかわからないですがご覧いただけたらなと思います。ということでですね、そんな感じで本日の佐渡島1本目 α7R5 デビュー戦の動画ですね、こんな感じで終わろうと思います。ということでですね、本日の皆様ご視聴ありがとうございました。少しでもよかったら参考になったなと思っていただければ、ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。よっしゃ。よろしくね、R5。